こんにちは、ジョージシャラです。本日はですね、第3土曜日、トミカの発売日です。ということで買ってきました。ということで、買ってきたトミカはこちらになります。はい、こちらです。ちょっと少ないですよね。と言いますのも、今回トミカすごい量出たんです。で、私が買ってきたものはこちらの、もうすごく欲しかったホンダ CBR1000WR、 これファイアーブレードでしたっけね、確か。これね、私900の WR 昔乗ってたことあるんですよ。でね、どうしてもね、ちょっと欲しかったので、これはね絶対外せないと思って買ってきました。で、これとトーマスのバスと、こちら富士急ハイランドドドドンバで、あとね、これもめちゃめちゃいいなと思って買ったんですけど、航空自衛隊 F-35A 戦闘機です。これ以外にも実は本日たくさんトミカ出てまして、タカラトミー のホームページ見てみたいと思います。で、これとこれは買ったんですけど、であとこれなんですよ。これはね、正直めっちゃ迷いました。欲しいなと思ったんですけど、値段もそこそこしますし、諦めました。で、あとね、このトランスフォーマー、これはあんまり興味なかったんですけど、こちら、このね、トランスフォーマーのバンブルビー、これはちょっと欲しかったです。ただね、これもね、実はちょっと予算の都合上でね、諦めました。あとこれも欲しかったんです。ミニオンのスチュワートこれも可愛いですよね。これも欲しかったけど諦めました。なぜかと言いますと、これもなんです。これもめっちゃ欲しかったんですけど、正直諦めました。で、これなんですよ。ドライブヘッドサイクロンインターセプターフォースフィールドモード、これね、めちゃめちゃ楽しみにしてて、一番最初におもちゃ屋さん行って、まず手に持ったのはこれなんですよ。これ楽しみにして持ったんです。ところがですね、これ持って息子にね、これいいよねっていう話したんですよ。そしたら息子、別にって言ったんす。え、なんでって聞いたら、だってそれ普通のマーク2と一緒でしょって、色違うだけでしょって言われたんですよね。じゃあ他のトミカここら辺買おうかなと思ったら、すごいの見つけたんです。すごいのこれはね、これやばいなと思って、すいません、もうね、トミカじゃないっす。ジョージ社のチャンネルではこれは紹介今まで一回もしたことないんですけど、いや、もうこれ見た瞬間、はい、ガンダムです。ガンプラです。で、なんていうガンダム、このね、ガンダム00、00クワンタフルセイバー、これこんなんなんすよ。やばいっしょもうたまんなくて、あとこっち見たら、もうこれ武器がまたすごいんすよね。こんなんにもなるんですよ。はい。で、これですもん。で、これがね、高かったんです。これでね、ちょっと予算オーバーしちゃって、で、トミカがこうなっちゃいました。こちらはね、組み立てるのに時間かかるので、紹介は次回ということになります。ではですね、まずは一番気になるこちらですかね。ホンダ CBR1000WR。ファイヤーブレードですよね。では開けます。よいしょ。どんななんですかね、トミカのバイクって。ん？ん？ちょっと待ってくださいよ。あれ？なんかいっぱい出てきましたね、これ。あーライダーだ。おーライダーがハングオン、バリバリ伝説の、なんか思い出しますよね。ジョージシャラのバリバリ伝説好きで、めっちゃ読んでましたから、これはたまらん。うわぁ。ちょっとすごいっすね、これ。かーっこいい。すいません、ちょっとね。もうね、こっちの笑い止まんないっす。興奮してね、笑いが止まんないっす。ちゃんと、ディスクブレーキが、両方についてますね。うん。すごい。大きいっすよね、ブレーキローターが。リアタイヤの方が、ちゃんと太い。リアタイヤの方がちゃんと太いっすね。うわ、かっこいいな、これ。しっ
かり作られてますね。で、これがスタンドになります。あ、そうですよね、マイクなんでスタンドがないと。こちらのシールがついてました。ということで、ちょっとシール貼ります。失敗したくない、こんなかっこいいやつだから失敗したくないよ。はい、シール貼れました。こんな感じになります。はい、で、シール貼り失敗しました。ここちぎれちゃってます。はい、でものすごくですね、シール貼り難しいです。これね、とんでもなく難しいです。はい、ただやっぱりね、シール貼った方がかっこいいといえばかっこいいんですけど、やっぱりね、この失敗するリスクが相当でかいかなと思いますんで、いや、ほんとね、シール貼りはピンセット使った方がいいと思います。で、あと、こう言ってなかったんですけど、このタイヤ、あとブレーキローター、あとこの、ここら辺、ゴムです。でもいろんなところにゴム使われてます。で、あと、この後ろのナンバープレートのとこ。ここも、これゴムになってます。で、ここに、はい、この、このポッチのあるところに、ライダーの、ま、ここに穴があって、あ、ちょっと待って。これね、ハングオンじゃないっす。違う。私、ハングオンの格好してるのかなと思ったら違いました。勘違いです。あれ、でもうまくハンドルが握れない。あ、行きました、行きました。ギリギリ。うまくやれば、こんな感じで、ハンドル、握れました。一応ね、できました。で、これ、いけますね。うん、スタンドなくても一応。はい。まあ、こんな感じで、自立できました。こうですよね。スタンドは多分、このリアタイヤの方に、かますんだと思います。これでね、昔、こういうスタンドつけて、よくね、チェーンの掃除してました。かっこいいですね。では、次行きたいと思います。こちらの、トーマスランドエクスプレス。パッケージはこんな感じになります。シールありましたね。いい感じですよね。うん。あー、いいですね。かわいらしい。はい、後ろがこうで、上がこうで、はい、下がこうなってます。はい、シール貼れました。こんな感じに、こうですかね、なります。で、こちらギミックは、ギミックはないです。で、次は、ではですね、次はこちらの富士急ハイランドドドドンパを見ていきます。で、パッケージは正面がこうで、で、あと、裏に、このドドドンパの説明が書いています。一応読んどきましょうかね。ドドドンパは、山梨県富士吉田市の遊園地富士急ハイランドにあるローラーコースターで、ドドドンパの光景になります。発射 1.56 秒で、時速180キロ。すごい。世界ナンバーワンの加速と、世界最大級のループを誇る、超ド級加速アトラクションです。スタート直後の 0G フォース、無重力体感ゾーン、遠心力で体が真横に傾いた形で大きくターンする大カーブなど、メリハリのあるコースをダイナミックに駆け抜けるため、富士急ハイランドの広大な敷地をフル活用したコースレイアウトになっています。もっと速さを極めたいという思いから、世界一の加速力を追求した結果、ドドンパのコース途中にあった高さ53メートルの垂直タワーのままでは加速力を受け止めきれなくなりちょっと待って、ドドドンパのコース途中にあった高さ53メートルの垂直タワーのままでは加速力を受け止めきれなくなり、直径 39.7 メートルの世界最大級のループで受け止める形にコースを変更し、2017年7月に完成しました。だそうです。すごいね、これはやばいっすね。乗ってみたいけど怖いでしょうね、きっと。だって発射 1.6 秒で時速180キロっすよ。これはやばいっすよね。マジか。ちょっとローラー外してみますね、これ。外すとどうなるの？あー、外したら外したで、あ、こんな感じで、これ、くんにゃくにゃになります。これ、すごいな。ということで、シール貼っていきます。はい、シール貼れました。シール貼ると、まあ、こんな感じですね。うん、このステップのところと、あとここにシール、この8箇所ですね、貼っていきました。こ
こういう角度で見る感じでは結構いいですよね、シール貼った方が。はい、まあ、こんな感じです。タイヤ、あ、ちゃんとね、これすごい、これ全部タイヤですね。ちゃんと動きますねこれ全部タイヤだ。ただあのこちら側ね、ここのタイヤっていうかこのローラーはね動かないです。すごいね、宝富さんこだわってますねこれ。では最後はこちらの航空自衛隊 F-35A 戦闘機を紹介したいと思います。ではパッケージから見ていきます。でこのパッケージがすごいかっこいいんです。これこうでめっちゃかっこいいっしょ。こんな感じで中に入ってました。やっぱね、組み立てていくやつみたいですね。でこちらが台ですかね。まずはこの2つを組み立てる感じですかね。でおそらくこうかな。はい、でこうですね。はい、すっごく簡単です。まあ、こんな感じでできました。なかなかかっこいいですね。いや、これはかっこいい。おー、はい、こんな感じです。でね、あのすごくね、素材がゴムなんですかね、柔らかいですね。でこの先もね、危なくないようにあのゴムになってます。ここだけがプラスチックみたいですね。ただね、形自体は非常にかっこいいんじゃないかなと思います。こんな感じで台に置けるようになってます。はい、まあ、こんな感じでちょっと斜めに取り付けて飾ることもできます。あー、ちょっと斜めの方がかっこいいかもしれないですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回のトミカ、まあ、結構出来自体はいいような気がします。で個人的にいいなと思ったのは富士急ハイランドのドドドンパですね。これが一番出来自体いいような気がします。なぜね、稼働が結構すごいし、非常に凝ってますねこれ。ただ、まあ、一番ジョージ石原のおすすめはこれですね。 CBR-1000RR ですかね。あのただあのシール貼りはものすごくね、邪魔くさいというかね、難しかったです。まあ、その分かっこいい、かっこよさはかっこいいです。はい、これはね、私は好きです。いいっすよね。ということで、あの今回はこれで終わりたいと思います。で次回は、多分次回はね、ちょっとベイブレード一回挟みたいと思います。でその後これは楽しみです。多分作るのね、3時間ぐらいかかるんじゃないかなと思ってます。という感じです。ありがとうございました。